どうもこんにちは、関あかねです。今日はですね、サッカーファンなら日々目にするロゴ、何十回、いや、下手したら何百回もね、目にしてるはずのロゴたちですけれども、あなたは正確に覚えてますかあなたが好きなチームのロゴ、正確に覚えてますかちゃんと見ていますかということで、今日は、どっちが正しいロゴなのか、クイズへ、全部で12問、やっていきたいなと思います。Are <you> ready? 正解はどっち 正解はこっち。カモメは1羽。どうやらブライトにはカモメがたくさん、たくさん飛んでるみたいです。ずっとね、左向きのカモメだったんですけど、2011年からなぜか右向きのデザインに、右に美味しそうな魚でも飛んでたんでしょうか。正解はどっち正解はこっち。 フォークとナイフの方ではなくて、もちろんハンマーの方が正解。ウエストハンはもともと製鉄所の労働者たちのチーム。作業にね、ハンマーが使われてたからハンマーがモチーフになってるんだと思います。設立は1895年ってことで、もう100年以上ね、続いているチーム。で、ロゴもね、何度も変更されてますけれども、ずっとこのハンマーのモチーフが使われてます。正解はどっち 正解は、こっち。バラの色は、赤です、赤。このロゴはそもそも、マンチェスターの紋章が元になっているロゴ。イギリスでは、1455年から1485年まで、バラ戦争っていう内乱があったみたいで、どんな内乱だったかっていうと、ランカシャー家っていうのと、ヨーク家っていう、 2つの家があってその2つの間で多い継承をめぐるなんか争いがあったらしいんですけど、えー、それぞれの家紋が赤いバラと白いバラだったということでその時マンチェスターは、えー、そのランカシャー家にあったから赤いバラが使われてるということらしいですでちなみに背景の3本の水色のラインは、えー、マンチェスターにある3本の川を表していますで船はね港湾都市であるマンチェスター市の象徴ということです正解はどっち 正解はこっち目ががない方が正解ブリストルシティのロゴはですね鳥がいる時期とユニコーンがいる時期とあるんですけれどもユニコーンの方はブリストル市の紋章をね簡略化したものみたいで鳥はですねロビンっていう英語だとロビンっていうらしいんですけど日本語だとコマドリということでなんかその鳥がですね象徴らしくてそれをモチーフにしているということらしいですブリストルシティはすごくスタイリッシュなデザインで私は一番好きなデザインです 正解はどっち正解はこっち船が正解 ユナイテッドはマンチェスターのね、鉄道員が中心となって作られたチームらしくて、えー、初期のロゴはですね、鉄道が描かれていたらしいです。で、現在のロゴはね、シティと同じく船の絵が描かれています。で、クラブの愛称にもなっている、えー、レッドデビルズ、その名前の通り赤い悪魔がね、真ん中にドンといますけれども、元々はね、シティと同じく3本のね、ラインが描かれてたらしいんですけれども、そこから商標化のために作り直す必要があって、で、赤い悪魔に変わったらしいです。よく見るとね、この悪魔、笑ってて怖いです 夢に出てきそうな足の筋肉もなんかすごいし尻尾もねなんかよく見ると顔みたいに見えてくるし改めてじっくり見てみて意外とこんな怖い悪魔がいたんだと思ってびっくりしました私は正解はどっち正解はこっち 草を加えてる方が正解この鳥は、リバプールのシンボル、ライバーバードっていう鳥で、リバプールの船乗りたちの守り神ということです。ロゴが何度変わってもね、このライバーバードはずっと変わらない。えー、そういうね、すごく象徴的な存在。で、くちばしに加えているのは、アマノリという海藻ということです。えー、クラブの応援歌、You'll Never Walk Alone っていう名前も入ってますね。で、この門も実在する門です。正解はどっち 正解はこっち正解はこっちのボールこれねバスケットボールっぽいですけどこれもサッカーボールもともとのね旧式のサッカーボールということです。でこの鳥は鶏 鶏がね、サッカーボールの上に乗ってるっていう図ですね。鶏だけじゃなくて、ライオンもね、そこに入れてた時期もあるみたいですけど、すごく最終的に今ね、シンプルに落ち着いてる感じかなと。サッカーチームのロゴって、丸だったり、縦型だったり、そういった形で囲われてるものが多いですけど、トッテナムのこのロゴは珍しく、何にも囲われてない、えー、独自性があるロゴでいいなと思います。正解はどっち 正解は、こっち星は一つが正解真ん中にねドーンとライオンがいますけれどもスコットランドのレンジャーズっていうねチームがあるみたいでそのロゴを参考に作ったらしいですある時からね星が追加されてますけどこれは何でなのか分かんなかったですね正解はどっち 正解は、こっち。背景はね、星ではなく、バラです。えー、真ん中にドーンと狐さんがいますけども、レスターは昔からね、狐狩りが有名だったらしいです。で、後ろの花は、ローズ。イングランドの紋章の、えー、ユニオンローズ。これが描かれてるということです。イングランドのチームのロゴはとにかくね、ローズが、バラが登場しますね。他の国もそうなのかもしれないですけど。正解はどっち 正解はこっち、えー、車輪の棒みたいなやつは3本が正解アーセナルは兵器工場っていう意味らしくてそもそもアーセナルはね王室の兵器工場の労働者によって作られたクラブということでこのね真ん中のモチーフは大砲ですよ大砲あのサポーターのことをねガナーズって呼びますけどもガナーズはねそもそも大砲を発射する人のことということででこの大砲がねロゴから消えた時期もあったみたいですけど基本的に大砲はずっとモチーフとして ありま,すまあちょっとね攻撃的な感じで怖いですけれどもい一番怖いなと思ったのがこのねライオンの頭から大砲が生えてる時期がね一番怖いっすね正解はどっち正解はこっちタワーの向きはこっちが正解。 このタワーは実際にエバートに実在するものらしくて、プリンスルバー、ルパーツタワーっていうのかななんかもともと悪いことをした人をね、連行するこう、留置所だったみたいです。この上にね、こう2本、2個あるのは月経館っていうね、あの、もので、よくスポーツとかでね、勝った人とか優勝した人がこう、頭に乗せてるやつがあると思いますけど、それのことらしいです。お酒ではないです。あの、ロ,ローソンのロゴに似てますよね。正解はどっち 正解はこっちバラとボールの位置が左右で一緒の方が正解。チェルシーのロゴはねもともと退役軍人のイラストだったということで1950年くらいからライオンに変更された。 らしいんですけれどもなん、まあ、でかっていうとイギリスの貴族のねカドガン伯爵っていう人がクラブの会長だかなんだかで、まあ、その人の紋章にライオンがいたからということらしいですで赤い丸はおなじみのねバラとそしてサッカーボール、まあ、とにかくやっぱライオンもえバラも人気ですけどライオンも人気めちゃくちゃサッカーチームに多い 以上、何問正解できましたかえー、ロゴって見てるようで、意外と細かいとこまでは見てなかったりしますよね。調べてみるとちゃんと意味があったり、いろんな歴史があったりするので、奥深くてね、相変わらず面白いなと思います。ぜひ、あなたが何問正解できたか、コメント欄で、コメント欄で教えてください。ではまた。